しくない。もう私テレビ見ようと。困ったな困ったな。どうしたのパパ。たまには料理をと思ったんだが失敗しちゃって。そういうことならなあちゃんに任せて。お料理美味しくなれの魔法、それ。おお、美味しそうなカレーに大変身だ。ありがとう。魔法があれば何でも解決。なあちゃんの魔法セットは絶賛発売中よ。これでみんなも魔法使いなあちゃんよ。いいなあ、私も魔法使いになれたらなあ。わあ、これで私も魔法使いて、魔法使いになんかなれるわけないか。なれますよ。わ、引き泥棒。魔法使いになりたいときみちゃんにぴったりのものがあります。なんかやだな。魔法使いステッキです。どうすればいいの。これを持って変身と言ってみてください。こうかな。変身。すごい。あとはステッキを通して使いたい魔法を唱えるだけです。これであなたも魔法使いですね。ではまた。またね。でもこれで本当に魔法が使えるのかな。助けてー。花の声だ。行ってみよう。またお風呂掃除失敗しちゃったよ。またやっちゃったね。何回やってもお風呂掃除うまくできないよ。で、何その格好、ときめお姉ちゃん。説明するより見せた方が早いよね。あ、見てて。お風呂よ、綺麗になあれ。あ、すごい。あ、綺麗になった。どうして、なんで。魔法を使ったからだよ。魔法。わあ、魔法使いだ。困ったわ。ママの困った声が聞こえる。あの、じゃあね。じゃあ、テレポートの魔法。ときめお姉ちゃん、いいな。困ったわ。ときめ。ママが困ってるから助けに来たんだよ。どうしたの。それが、お料理をしてたらさ、卵焼き失敗しちゃったのよ。ポケルン TV のすみかっこかこくすみかっこ閉じ、黄色のご飯、24時間同じ色の食べ物しか食べられない、青、赤、ゴールドで一食生活チャレンジ、ゴールドカラーチャレンジ、すみかっこ検証、すみかっこ閉じで見たことあるやつだ。いや、タイトルなんか見なければ言えなかったレベルじゃないの。これじゃ卵焼きとは言えないよね。でもここは私に任せて。卵焼きを美味しくなれ。美味しそうな卵焼きに戻ったわ。どういうことなのこれ。私が魔法をかけたんだよ。魔法ってことは魔法使いってこと。そうだよ。それじゃあね、ママテレポートの魔法。ほら、入っちゃったわ。よし、明日の準備終わり。あと着ていこうよ、服っと。あれ、着ていきたかったポケモンのお洋服がない。ママ。それだったら今もう洗濯中よ。もうここと雨続きだったんだから、もう乾いてないのしょうがないでしょ。だったらほら、ママのお洋服なら乾いてるからこれ着なさい。やだよ。と言っても着ていこう洋服がないし。あ、そうだ、魔法使いはいいんだ。えい。おー、かわいい。よし、えい。ピカチュウかわいい。えい。よし、これで決まり。明日はな、次の日のことを言うんだよ。ときみちゃんおはよう。はなちゃんおはよう。そのお洋服と帽子すっごいいい感じだね。どこで買ったの。これはね、魔法を使ったんだよ。魔法。はい、みんな席について授業始めるよ。詳しくはまた後でね。はい、それでは教科書の15ページをはなちゃん読んでください。どうしよう、教科書忘れちゃった。あれ、
ちゃんの様子が変だ。先生に怒られちゃう。どうしよう、どうしよう。はなちゃん、どうしたのかな。そっか、教科書忘れちゃって読めないのか。それなら、教科書出ろ。あれ教科書、なんで。ときみちゃん。ん、はなちゃん。2018年7月にポケルン TV がスタートしました。はなちゃん、よかったね。ときみちゃん、さっきはありがとう。あれが魔法だったんだね。うん、そうだよ。でも、どうして魔法使いになれたの。それはね、引き泥棒が魔法使いセットをくれたからなんだよ。へえ、すごいね、引き泥棒って。魔法さえ使えたら、いろんなことができるんだよ。例えば、ピカチュウよ、出ろ。すごい。うん、はなちゃんあげる。いいの、やった。あとね、あとね、お菓子出ろ、ポッチョも出ろ。すごい、すごい。そうか、ときみくんの家にいる引き泥棒か。そうと分かれば、行くしかないですね。ごめんください。あらあら、あんたときみの友達のタクロ君よね。どうしたの、まだときみ帰ってないけど。実はときみさんに貸していた本を返してもらいに来たんです。どうやら部屋に用意してあるそうなんで、少し上がらせていただいてもよろしいでしょうか。あ、そういうことだったのね。あ、いいわよ、いいわよ。お邪魔します。意外とあっさり侵入できましたね。引き泥棒、どこにいるんだ。うん、お、よ、び、ですか。いやいや、会いたかったよ、引き泥棒。ありがとう。早速で悪いんだが、僕にも魔法使いセットをくれないか。あれはとんでもない効果を持つもの、誰彼構わず渡すわけにはいきません。なんだって、引き泥棒はロボの分際で人間の言うことを聞けないのか。早くよこせ。わかりました、わかりましたから。なんか嫌ですね。はい、魔法使いセット、くれぐれも悪い使い方はしないように。わかりましたよ、それ。これで僕も魔法使いか。早く僕の力をときみくんに見せつけてやらねば。上級ビーターズ。私たちにぶつかってただで済むと思わないわよね。何を言いますか、私は今は最強なんです。あなたたちなんか相手になりませんよ。何、今なんて言った。相手にならないって言ったんです。僕は強いですからね。何だと。もう許さねえ、ほら上級ビーターズよ、止まれ。お、なんだ。ね、言ったでしょ、手も足も出ないって。とどめを刺したいところですが、先を急ぐのでこれで。くそ、待ちやがれ。じゃあ次はお水よ、コーラになれ。わ、すごい。そして水に戻れ。え、タクロ君、どうでしたか、僕の魔法は。もしかして魔法って。すごいですね、引き泥棒とやらは。まさか拓郎くんも引き泥棒から魔法使いセットをもらって魔法使いになったの。そういうことです。なんだって。例えば僕であればこんなこともできますよ。この間97点を取ってハーナさんに抜かれた算数のテストも100点になれ。ご覧の通り100点に。これでハーナさんを抜かして僕が1位です。そんな、よくないよ、そんな魔法の使い方。誰が何と言うと関係ないのです。次は国語のテスト、100点になれ。100点だ。タクロウくん、そんなので1位になって本当に嬉しいの。いいのですよ、いいのですよ。僕が1位になれればそれでね。1位といえば魔法使いの中でも1位になる必要がありますね。なのでときみくん、あなたを倒します。どういうこと。
ハンナちゃん、後ろに。解放者の魔法。水の波動の魔法。なかなかやりますね。タクロウくん、魔法をこんな風に使って飲めるよ。何を言う、ときみくんだって同じでしょう。欲しいもの、そして願い事を魔法で叶えてたじゃないですか。それはそうだけど、魔法で叶えられるなら叶えた方がいい。そうでしょう、10万ボルトの魔法を。キャッ、守る魔法。ちタクロウくん、私間違ってた。願い事は魔法で叶えるものじゃない、自分で叶えるからこそ意味があるんだ。魔法使いセットがなくなる魔法。ときみくん、やめたまえ。魔法よ、なくなれ。そんなときみちゃん、魔法がなくなる魔法をかけたのね。ときみちゃん自身の魔法もなくなっちゃうのに。いいんだ、それに頑張ることをやめたら成長できなくなっちゃうもん。そうだね、ときみちゃん。うん、行こう、ハナちゃん。なぜ魔法を。お前、さっきは散々からかってくれたよな。俺らなんてひとひねりなんだろう。見せてもらおうか。ヒッ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 ヒ。本当は弱いやつがな、強がっちゃいけねえんだよ。逃げるな。待て、調子に乗ってごめんなさい。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。木狼だったので、火の嵐を選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。